道氏は、道を、死の名とする氏族。美達天皇の御子南波御子をそとする。生は大やけ、後まひと。新先生四六、左京公別によると、道新人は、出自送りの美達王子南波王の後なりとあり、森山正人、神奈美新人、北新人、栄太新人、大屋正人と同祖である、としている。南波御子については、古事記下巻、日本書記巻。 第二十、美月天皇四年正月に記載があり、天皇と春日新中君の女、春日老女子の長男としており、和西氏の血を引く巫女であったと記されている。七大寺巡礼式によると、王や寺が、南馬王子寺とも呼ばれ、南馬巫女が混流したという書伝も見えている。聖は当初は公であったが、天武天皇十三年十月一日、森山公と共に真人を施政されている。 本願については未詳であるが、天平商法元年の、蔵東大寺司会によると、大和国添上軍の人、道足マロの名が見え、添上軍とする説がある。一族には、天武天皇十四年九月に、南海道巡察士を務め、後に、京白木客司、東宮大部を歴任した地富、文武天皇三年七月に、湯げ美子のもごとを看護し、児童上皇法御寺の作品休止、 英下田氏だしを務め、養老三年七月に、太宰第二世四位下で出した道大とな、道教の師でありながら、和け清まろに、道教が即位すれば自分は、白衣となるだけだという意向を示した道、豊永長などがいる。道氏には、大和のあ氏し系の都来氏族もおり、初期、初期より、自家連意味きつくねと改正していったことがわかる。道つくねについては、新鮮性子録、 右京書しげるに、坂上大少年道祖とある。この系譜の人物としては、人身の乱の行進であるじます人がいる。ありがとうございます。